アイケアホームによる眼圧測定アイケアホームの電源の入れ方電源ボタンを3秒間長押しします背面パネルのすべてのランプが1回点滅しビープ音が鳴りますプローブ装填ランプが緑色に点滅したらプローブを装填してくださいプローブの装填プローブのメッキンパックを開封してください 筒状のケースの蓋を開けます。プローブベースが上向きになるようにアイケアホームを保持し、プローブをプローブベースに落とし込むように装填します。アイケアホームをそのまま保持した状態で測定ボタンを押し、プローブをアクティブにします。アクティブになると、プローブはプローブベースに固定されます。これでアイケアホームを使用する準備が整いました。 額当てと頬当ての調整。アイケアホームの額当てと頬当ての長さを調整します。設定値は測定トレーニングで確認しておきます。設定値は位置記録用カードに記入し、携帯用ケースに入れておいてください。測定位置。測定の際は座っていても立っていても構いません。アイケアホームを片手、 または両手で持って、顔の正面に持ってきます。まっすぐ前を向きます。鏡の前で測定する場合は、鏡に映る測定ランプの点滅を見るようにします。プローブが目の中心を向くように、アイケアホームを保持します。プローブベースのランプを確認します。アイケアホームが正しい位置になるよう、顔に対して90度の角度を保持します。 プローブベースのランプが緑色の時眼圧計の傾きが正しく測定が可能ですランプが赤色の時は眼圧計の傾きが正しくないことを示しています両手で測定する場合手が本体側面の黒い部分よりも手前に来ないように注意してください測定を介助者に補助してもらっても構いません眼圧の測定測定準備ができている時 背面パネルの測定ランプが緑色に点滅しています。アイケアホームを顔に当てて保持します。測定ボタンを長押しします。測定が終了するとビープ音が1回鳴ります。測定中はプローブが目の表面に6回優しく触れます。測定ボタンを短く押しても測定できます。これを6回繰り返します。 6回終了すると、B ボーンが鳴ります。眼圧測定が成功すると、背面パネルの測定完了ランプが緑色に点灯します。トラブルシューティングプローブベースのランプが赤色のときは測定ができません。これは、アイケアホームの傾きが顔に対して90度ではないことを示しています。アイケアホームを正しく保持し直してください。 正しい傾きに保持できるとプローブベースのランプは緑色に点灯し眼圧が測定できますプローブベースのランプが赤色に点滅しビープ音が3回鳴った場合アイケアホームが目から離れすぎていますアイケアホームが顔に近づくように額当てと頬当てを調整してください測定ボタンを押して測定を再開してくださいプローブベースのランプが赤色に点滅し 短いビープ音が5回鳴った場合、アイケアホームが目に近すぎます。額当てと頬当てを顔から離れるよう調整してください。測定ボタンを押して測定を再開してください。プローブベースのランプが赤色に点滅し、ビープ音が2回鳴った場合、プローブが目に対して斜めに触れているか、エラーが発生しています。測定ボタンを押して、 測定を再開してください測定後背面パネルの最測定ランプがオレンジ色に点滅している場合測定値のばらつきが大きすぎます測定ボタンを押して測定を再開してください背面パネルの修理ランプが赤色に点滅している場合プローブを交換してくださいプローブ交換後も赤色のランプが点滅している場合プローブベースを交換し測定を再開してください ホームの電源の切り方短いビープ音が3回鳴るまで電源ボタンを押し続けますプローブをプローブベースから取り外します使用済みのプローブは廃棄してください3分間使用しなければ IK e a ホームの電源は自動的にオフになります